民謡であって、ちょっとこういうこととかやってましたけど、これは昔ながら、伝統の曲の一つで、なんというか、日本語でちょっと普通の人たちがその時、地主とか、そういうの、まあ、お金持ちがそういう普通の人に悪いことをやっていたから、その普通の人が、まあ、集まって踊る時は、そういう人たちを、なんていうんですか、鳥とかちょっと人を風刺、まあ中国語で風刺ですけど日本語で合ってるかどうか、まあ風刺みたいな形でそういう人たちは笑ったりとかしてた。だからこういう、まあこれは必ずやる振り付けの一つで、ただにテンション上がっていてそういう知ってるではなくて、まあ本当にこういう動きはあります。まあちょっとまだ新年の挨拶を先に聞いてなかったんですけど、新年おめでとうございます。もう一度ちょっと熱くなりました。もっといいパーティーをしたかったんですけど、ちょっとジャミラも私も下で料理もしないと、厨房の中でもパーティーしないといけないのでちょっと下もさっき人来てて、ここに上がったら30分ぐらいずっと待ってて、今下行ってパパパッとやってタイム設定して今上がっていますけど、あとは他の人に任せて、まあ、本当ウイグル料理というのは踊りの振り付けと似たようなもので、ウイグル料理は本当に手間がかかって面倒くさい料理です。でも面倒くさいから美味しいものがたくさんあります。まあ私たちの力はまだ不足で、まあこれからまた、まあ、日本の方の口に、まあ、合わすというか、まあ私たちが美味しいというものをもっとたくさん出したいと思ってますけど、ちょっとやっぱり力不足で、これからも頑張りますので、どうぞよろしくお願いします。今日は恵比寿やってますけど、そうですね、恵比寿さんが本当に、まあ今年は皆さんのポケットにいっぱいお金入るように、まあ服がいっぱい貯まるように、また そしてその服をみんなに取り分けることが一番大事だと思います。まあいい年になるように2020年みんなで、まあ、元気で過ごしましょう。ありがとうございました。絶対無理です。日本で聞きました。